こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。Amazon を使ったビジネスは結果が出るのが早いと。これ年末に提出してもらったアメリカ Amazon の売上の報告なんですけど、30日間で34,454ドル、約380万円。そして、この3割が利益なんでね、資産12、だから約120万弱の利益です。それをこの会員さんは、一人で、誰も外注とか使わず、パートも使わず、一人で一日数時間働いて、こんだけの売り上げを上げてます。で、この会員さんはね、確か6年前ぐらいにこのアマゾン輸出、ね、アメリカアマゾン輸出を始めました。で、3年前までにアメリカのアマゾン輸出を始めていれば、このね、3万ドルいってる人もいますし、他にね、1万ドル超えてる人もいる。悪くてもね、5000ドル、6000ドルは、もう3年前までに始めた人は今、売り上げてます。だからね、適切なタイミングでアマゾン輸出に参入すれば、非常に稼ぎやすいと。何しろ日本には安い商品がいくらでもありますから、その辺で売ってる商品を買って送るだけ。で、送るべき商品を送って、売れたらそれをまた補充すると。これを繰り返すだけで、これだけのね、もう本業をしのぐ、売り上げが、そして利益が上がるわけです。で、今、ね、オーストラリアアマゾンを始めれば、3年後にはこのアメリカアマゾンと同じか、あるいはそれ以上、稼げるようになると。システムの進み具合とかね、輸送のボトルネックがどの辺で解決するかとかって問題はありますけど、少なくとも今、ね、オーストラリアアマゾン以上に稼げる可能性のある副業はない、輸出はない、物販はないというところです。適切なタイミングで、適切な場所で、適切なことをすれば、大した能力なくても、大変なことしなくても稼げます。ところが、間違えた場所で、間違えた努力をしていくと、大変なことやってるのに全然稼げないということになりますんでね。日本で暮らしていくのね、老後とか大変だなと、ね、稼ぎ増やしたいな、あるいはもうちょっと所得増やしたいな、職を変えたいなという場合はね、今一番のおすすめはね、オーストラリアのアマゾン輸出なんで、まずオーストラリアアマゾン輸出、ね、じゃ始めようかなと、どうやって始めればいいんだろうというようなね、気になった方は、まずこれ一番下までスクロールすると、この無料メールマガジンの登録フォームがありますので、こちらにメールアドレスとお名前を書いて登録するボタンを押してください。オーストラリアでどんなものが高く売れているか、どんな注意点があるか、オーストラリアアマゾンで稼ぐためにどんなサポートを提供しているか、そういった情報を無料でお届けしています。また今ね、これ記事じゃなくて YouTube 動画で見ている方は、これ、下にスクロールとかしても何もできないんで、YouTube 動画の説明欄に、無料メールセミナーの登録 URL 貼ってありますので、そちらをクリックして、メールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してください。今、オーストラリアアマゾン輸出を始めれば、2、3年後には本業をしのぐ、収入が得られます。ご登録お待ちしています。以上、アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。